どうもこんにちは。今日の動画では目と腰に対するアプローチをやっていこうと思います。別に目と腰が連動しているわけではなくて、この方の要望がその腰と、それから僕は個人的に目にねアプローチの仕方をお見せしようと思いますので、目のアプローチで、どれだけ変わるか、今画面でね目がどんな感じか、目の周りがどんな感じかっていうのをチェックしておいてください。でこれから、ワークをしていこうと思いますので、仰向けでお願いします。はい、僕はいつもリンパから始めます。腰と臀部のあたりが硬いというのがお悩み主訴ですね。でリンパ、お腹の方も流していきます。で可動域をチェックしておきましょう。腰とハムストリングが大体関わっているので、ちょこっとだけ硬いですね。左の方が硬いかなと思います。ですがこれ多分背骨の方から来ているので、今から仙骨の方に手を入れます。カメラでは見えにくいですけど、足を押します。仙骨に手をこう添えるような感じで、僕の右手、下にある手はこういう感じになってます。そして今から背骨の方の手を入れますが、今下に入れてる手でいうとこの辺りに手を入れます。12肋骨12番、胸椎12番あたりに手を入れます。で僕の右手、お尻側っていうのは仙骨の方に手を置いてて、僕の左手、上側にある手っていうのは胸椎12番ぐらいのところに置いて、腰椎全体だったり仙骨全体に働きかけてこう緩ませてあげようっていう意識でいます。左の方がちょっと反応してきてますね。これだけで可動域チェックしてみましょう。こっちの方が硬かったですね、最初は。お尻の緊張を取れたかもしれないです。でちょこっとお尻の方の筋膜リリースもしておきます。大臀筋の、そうですね、骨盤の周辺を今やっています。上げます。かなり変わってます。では腰はこんな感じで、とりあえずリンパを流してみて、目のワークに行こうと思います。左目の方が気になりますか？両方、左、はい。なんか光が見えにくいなとか、クリアじゃないなとか、色がちょっとたまに微妙な色合いだったら見分けがつかないくいなとかありますか？今だんだん目に対する、目にかかってる圧力が減ってきてる感じですね。わかりやすく言ったら、こう目がゴロゴロしてるようなものがふわーってなってきてる感じが僕の指先に伝わっています。目は非常にデリケートなので、ゴリゴリやったりグリグリやったりっていうのはできないです。画面では僕が何もしてないように見えるかもしれないですが、その目の組織、例えば眼球だったり膜組織に対してアプローチをしています。触った感じの圧力が均等になりました。じゃあゆっくり起き上がってください。はい、立ってください。 Thank you.
ね、見え方とかどうですかね。左しかやってないんですけど、見やすくなって、もしね画面でビフォーアフターで目の周りの感じとか目の鮮やかさとか潤いとかが変わってるかもしれないので、まあ、本人の感覚で左の目の見え方が良くなったそうなので、こんな感じで目のワークもできましたし、改善例、僕の改善例としては斜視とか軽度の緑内障、あの視野が狭くなってるような緑内障はちょっと厳しいんですが、眼圧が高いなっていうぐらいの緑内障だったり、まあ、ドライアイとかいうのにも、まあ、目に対するアプローチっていうのもできますので、もしこの動画気に入っていただいたら高評価だったりチャンネル登録をよろしくお願いします。今日の動画は以上です。